ゴールとは敵の秩序を破壊するピッチ上の革命だ。ゼロから一を生むために。武器を持てストライカーよ。ゴールという革命を起こすのはいつだって己の武器だ。武藤が来る、前を向いた浅田とのマッチアップ、切り返して左足、まだ行かない、ここでパスだ。左アップ内は高い位置を取ってますが、鈴木優馬からヘッド、そして武藤が狙った、大迫ゴール。己のゴールを何よりの喜びとし、その瞬間のためだけに生きよ。それがストライカーだろ。